はい、皆さんどうもご無沙汰しております。お久しぶりです。いやーもうね、すいませんね、最近なかなか放送できなくて、なんて言うんだっけ、公演、ちょっと公演がね、最近あまりにも多すぎたせいでですね、全然放送ができなくて、そんな重大発表、重大発表も一応今日あるんですけど、もうね、公演の値段をね、上げました。はい、もう今までよりもですね、地方出張にした場合は異常に値段が上がるようにしてですね、公演が依頼できないようにしてしまおうと。あー行っちゃった。のこさま。っていう状態にしましてですね。はい、なので、今後はですね、結構放送ができるかなという、内容でした。で、さらにですね、今日の重大発表はですね、新しい家族が増えまして、じゃーん。はい。ぬこさまと、この子がみこさまです。みこちゃんです。はい、みこちゃんね、女の子です。はい、みこちゃんです。はい、そうなんです。ぬこ様もいるんですけど、みこ様ですね。はい、女の子です。どうですか。はい、みこちょっとね、まだ3ヶ月なんでやんちゃなんですけど、危ないよはい、もう紐状のものを見つけるとですね、走り回って、あ、ぬこ様も来た。ぬこ様おいで。このぬこ様とのね、このサイズの比較が面白いですね。ぬこ様がでかく見えんの、ほら。ぬこ様。ぬこ様。これぬこ様。どうするぬこ様。ぬこ様の方がまだおとなしくしてるね。いていていて。乗る。ぬこ様。そう、この子ね、ミネ、ミコちゃんね。あ、ほら、もうおもちゃ大好き。ねえ、3ヶ月だからまだ子猫なんですね。はい、ぬこ様と出身は同じです。同じ保護施設からもらってきました。あ、なんか向こうに行きたいみたいですね。あっち行っちゃったね。はい。ちっちゃいんですよ。結婚遠ざかる、うるさい。猫を結婚できない理由にするなって話ですね。はい、みこ様。はい、それだけでした。はい、重大発表はそれです。みこ様が来ました。以上です。はい、というわけでですね、みこ様を迎えてからのニコニコで、する話が、なんと、浮気を見抜く、浮気の見破り方を解説してみたというお話ですね。はい。で、今日はですね、ちょっと注意してほしいのが、浮気の見破り方と書いてあるのを見ていただくと分かる通りですね、見破る心理学って書いてないんですね。なんでかっていうと、これはもう一種のコツみたいなものとか、要はそれを行うことによって相手の表情を出やすくするみたいな、なんていうの、心理戦的な要素を多分に含んでいてですね、この今日紹介する反応が出たから 100% 浮気してるとは言い切れないです。言い切れないんですが、こういうやり方をすることによって浮気を見抜きやすくなりますよ。顔とかに出やすくなりますよってお話をするので、だから今日はですね、だから見破り方になってます。浮気を見破る心理学を解説になってないのは、これは浮気をしている特徴の人の特徴はこうです。なぜかというと、論文でこういうのがあるからですって話じゃないってことですね。そう。まあ、だからまあちょっと心理戦的な要素が多分にあるということを考えていただいて、自己責任で使ってくださいという意味で、こういう放送になっております。はい。のこ様とみこ様仲良くてですね。まだね、みこ様来てからね、4日目ぐらいなんですけども、なんかのこ様と仲良くなっちゃって、はい、遊んでますね。はい。で、まあ、みこ様が3ヶ月の、3ヶ月ってまだ、結構子猫で、ね、見てないと危ない時が時々あるんで、だから結構なんて言ったらいいんですかね。公演の数をちょっと減らそうかなと思いまして、値段を上げました。で、冷静に考えてみたらね、おかしな話なんですよ。1時間の公演とか90分の公演とかで、まあ、要は値段とか内容とかで取ってるんですけど、でもね、片道さ、3時間とか4時間とかかかったらね、往復で5時間とかかかったら、意味ないじゃんって話なんですよ。結局。だからもう、移動時間と高速時間全部含めた時給換算にしないとおかしいよねって話になって、値段を上げようかなと思いまして、はい。そういう感じですね。はい。そうなんですよね。
そういう感じになっております。はい。そういうことで、今後はニコニコ結構やっていくと思いますので、よろしくお願いします。はい。いやー、辛かった。いや、この前ね、1日の移動時間9時間超えた時があって、もうさすがにね、人としての尊厳が失われるね、あの時間は。なんかね、9時間とかになっちゃうと、なんていうんですかね、もう本すら読めないんですよ。この僕が本すら読めない。だから新幹線の中とかでこう本読むじゃないですか。でもね、疲れすぎていて、もう本も読めなくなって、こう死体のように移動するんですよ。こんな感じで移動して、で、講演会で着いたら講演は喋って、で、終わった後なんかこんな感じでまた移動してですね、また喋ってみたいな、なんかそういうですね、もう人としての尊厳が失われると、僕から読書を取ったら社会不適合しか残らないって話ですから、だからね、これまずいと。人としてダメだということで、ね、値段を上げようということで、上げることにいたしました。はい。なので、これからですね、講演を依頼する方は心してぜひ依頼してください。東京23区内だったらまだ大丈夫だと思います。はい。それより、遠いところですね。まあ、往復3時間以上かかったらもうちょっと、きついかな。なんか、いろいろ。っていう感じですね。あと、新幹線大嫌い。もう、新幹線恐怖症ですよ、僕はもう。もう、体痛いっていうか、なんていうか。そうですね。まあ、条件とかにもよりますけどね。まあ、ぜひ、はい。こんな感じですね。あのね、いや、新幹線のシートってあれ、もうちょっと工夫した方がいいと思うんだよね。あれ、痛いもん、普通に。忘年会に来てほしいけど、予算80万で呼べるんでしょうか。聞いてみて。日付とかによると思います。直なんで。基本的にあとなんかあれですね、地方とかじゃなければね、グリーン車でもグランクラスでも全部変わんない。あのね、長い間座ってるのって良くない。だからグリーン車取るでしょ、グリーン車取るじゃないですか。取って荷物置いて歩いてるもん。なんかあのなんか辛いから座ってるの。はい、そんな感じですね。新幹線自由席は絶対行きません。あの、なんかよくわからんおっちゃんに、昔ね、乗ったことあるんですけど、よくわからないおっちゃんにですね、すんごい話しかけられてですね、横から。あの、読書の時間を妨げまくったんで、あの、本読んでるんですけどって言ったんですけど、あの、ずっと喋りかけてくるんですよね。もうそれから決して乗らないと決めました。時間がもったいない、あれ。はい。そんな感じでしたね。はい、時価です。金額が僕の気分で変わります。はい。気分っていうか、忙しさで変わります。はい。うん。この辺はもうずっとやる仕事じゃないなと思ってるんですよね、やっぱりね。ほんとほんと。どうでもいいこと話しかけて、なんかね、会話だけしようとする人いるじゃん。とりあえずなんか、会話しようと思って世間話とかしてくる人いるんですけど、本当にあの迷惑だからやめてください、読書してるときには。はい。うん。旬なときだけだよね。もう公演いいかなと思って、あの公演、だから、やっぱりね、こうね、皆さんもね、あると思うんですけど、今日浮気の話もすぐしますけど、やっぱりね、こうね、こう昔から持ってた仕事とかの値段を上げるのってすごく怖いんですよ。特にフリーになったりとか独立すると分かると思うんですけど、それをね、なくすとなくなっちゃうんじゃないかと思うんですけど、やっぱり自分の1時間がどれぐらいの金額かっていうのをね、計算するのはすごく大事で、例えば今ニコニコ動画あるじゃないですか。このニコニコ動画って540円なんですよ。で、まあ、趣味でやってるんですけど、今いい感じになっててではいるんですけど、540円でしょ。で、大体 70% ぐらいもらえるんですね。ニコニコさんから、会員演技費の。だから、540×70% かける、大体1回の放送で30人から50人ぐらい入るんです。多いと100人とか、一番多かった時は200近く入ったこともありますけど、まあ、約40人としますと30から50の間だから。だから、540円×40人×70% で、大体の継続率が、ニコニコ全体で22ヶ月なんですね。このチャンネルはちょっと継続率長いんですけど、まあ、約22ヶ月だとしましょう。そうすると、1回の放送で、だいたい40人だったとすると、ライフタイムバリューを計算すると33万ぐらいなんです。だから、つまり僕はニコニコ動画を1時間やったら33万ぐらいは入ってくるので、っていう風に考えたら、33万円1時間って計算すべきなんですよ。拘束時間含めて。っていうことはどういうことかっていうと、ニコニコ全体で22ヶ月ってだけですよ。だから、多分このチャンネルはね、ちょっとね、継続率多いんですよ。長いんですよ。22ヶ月じゃないんですよ。22ヶ月だったら22ヶ月で全会員が入れ替わる計算になるんですけど、それはないから。で、その33万っていうのがベースにして、これが毎月 20% から 10% から 20% ぐらい会員さんが増えていくって考えると、自分の1時間はですね、それぐらいの金額になるっていう風に考えられると。ってことは、その往復で大阪まで行っちゃったら5時間かかって、公演とか何やかんや拘束時間合わせて2時間とか3時間になっちゃったら、まあ、7時間とか8時間ぐらいかかるんですね。8時間かかったってことは、33万で8時間だから、270から280万ぐらいもらわないと割に合わないってことなんですね。っていうふうにこう考えると、自分の時間がわかるってことですね。
ミコ様がねめっちゃ遊んでるんで、ごめん今日はね放送ならないかもしんない。もう見てこれかわいい、もうずっとミコちゃんが、ミコ様がほら遊んでるんですよ。ミコ、ミコ様があの、ね、さっきねスタイリストのメイクの人にもらったねネズミのおもちゃで遊んでるんです。めっちゃミコ、わあ入っちゃった、ミコミコ入っちゃったね。それはちょっとねそっからは無理だと思うよ。うん、取れなくなっちゃったみたいですね。ちょっと待ってくださいね、取ってあげますね。いこう、取ってあげるよ、ちょっと待って。お前さすがに互角ぶれねえだろ。はいはい、取ってあげる、取ってあげる、はい、ヒューン。おお、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。ちょっと待って、ね、こっち待って、お前入るな、これはな。そこに壁を作っとこうね、壁をね。よいしょ、これこっち行かないから。おお、必死だな、すんごいな。はい、かわいいよね、ほんと。もうこの子のかわいさを見るともう地方とか行かないもん僕は。かわいいかわいい、もうなんかニコニコ放送しなくていい、いいんじゃないかな、もう。かわいい、かくくかわいい、やばい、かわいい。かかかわいい、ちょっとこのかわいさを伝えたい。てかもうあれじゃね、もうさ、もうこうしよう、こうしてさ、こうしよう、かわいい、ミコ、おおおおお、カメラが追い切れん。ミコのね、尻尾はこう、ハリーポッターみたいになってる。ん？おーおー、どうした？どうした？バトルしてるのか？どうした？どうした？